の試合、さあこの2人が勝ち合ったら喧嘩になることは間違いなし。どんな試合を作るか。サンタロウ・サート対佐々木コーディー、いってみましょう。さあコーディーとしてはいかによるか、それが課題だが、右から行く。しかしアパカが待っている。投げを通すのはサンタロウ。さらに上げてスペースを手に入れた。ステロンを使う。まだラインを上げるか。少々ツーショットだった。何うち佐々木はクラックを使ってラインを上げていく。あ、垂直狩り。いやしかしサンタロウは何もしていなかった。ウルコン1なんですね。1ですね。ファイナルデストラクションを選択しているのは佐々木コーディ。さあ腰クリミナル、ここからバックステを1つ入れて様子を見るが、スラは待っていたセービングアタック。少々ショット、落ち着いて仕留めるサンタロウ・サート。そうですね、コーディはセミに対してちょっと弱い部分があって、はい、ゾンクを貯めてないと安定行動が少ないので、はい、でそのたり、はい、そこは垂直中継が入ってヒヤリとしたところだが ES2 が飛んでくる。さあこのサンタロウ・サートは血気盛ん、ガンガン技を当てに来る。アパカット、お今のよう落とした。肘も当たるが、これは佐々木のチャンス。しかしコーパン暴れ早い、噛み合った、おー EX2 に押し置き、そのためのウルコンさあこれで一気に EX ドンククラック EX クリミナル。さあちゃんとゲージは間に合った。これはムキムキ来るやつじゃないですか。すごいですね。ただこれは、はい、マジで嫌な負け方しましたよ。ゲージ使わせましたけど、はい、さすがに、まあ、いやーそこで負けてるよ中盤。さあサンタロウ・サート、これですね、打ち直せるか。クリミナル打ち切りですね。おっと大パン、何もせず、そしてセービングアタック当たる。さあ投げているのはサンタロウ。ゲージがないとね、はい、何でキャンセルしてもダメなんですよね。ゾンクしかね、ノンワールゾンクくらいしかないんで、ゾンクダメなんじゃないかな。ちょっとこれは中継が出ていた。さあサンタロウ、あー EX ラフィアン、しかしこれは距離があった。さあ1試合目取ったのはサンタロウ。しかし、しかし喧嘩や佐々木見せてくれたですね。 EX2 にウルコン1。さあボンさん、あの EX2 が、はい、サガトが打てなくなるという状況になったら、かなりそれはそれで厄介な状況になりますか。もちろんそうですね。常にやる行動やる行動リスクはつきまとうので、はい、だからそのリスクを伴わない技が EX2 なんですよね。だから気軽に打てて、なんか別にヒットしてもガードされてもどっちでもいいみたいな、こう結構暴れん坊な技なんですけど、まあでもね、僕だったらあれ合わされても、まあ一生打ちますね。打つ、無理でしょって信頼してます EX2 に、それくらい強い技なはずなんで、だからこそ合わせた佐々木さんはすごいなと思いました。なるほど、はい、EX2 この技が一つ駆け引きのポイント、勝負の分かれ目となるか。佐々木対サンタロウ。さあノーマルゾンクを打っていった。さあショットを打ちまくる。さあジャンプ一つでこの距離を作るが、もう一つのジャンプはアパカの距離、中小アパカと垂直から攻め込むのはサンタロウ。ジャック・ラフィー、これが当たった。さあお互い様子見だが、投げているのはサンタロウ・サート。この投げが通ってるのは、はい、何で通ってるのかちょっと分かりづらいんですけど、受けて EX ショット。さあやはり寄るのが難しいかというようなここまでの立ち合いになりましたね。いきなり突っ込んできた。あれ今はかかんどれますね。じゃあゲームを見せる。さあこの距離、さあしゃがみ台 P を振るのはショットの先端でないか。打ってきた、投げた、
勝利きっちりくぐって壊し投げ画面端ジャンプ大パン通っているジャックジャックから投げフォローしたか移動投げに見えたかこれは様に出る三太郎ちょっとジャックラフィ刻んで投げを打って次は下から来たうわーこうなってしまったまだあるいつにやれしかし台形が伸びてくるこれで 2-0 そうっすね今のはまあセビアンコも狙わないとね絶対倒せなかったので、はい、今のはまあしょうがない、うんまあ、難しいコンボなんでね、うん、難しいんですけどそうですねあのコーディって、はい、あのさっきは結構球踏んでると思うんですけどそうですね実はあれ小径だかなんか出すと、はい、すごいやられ判定薄くなって、はい、しかも地上ヒットになるんで、はい、あの球の次食らわないんですよほうそれをねちょっとやってないのが残念だなっていうのがありますねそうですね、知らないそうですね知らないいや知らないんじゃないですかね僕も知ったの結構、まあ、半年前くらいなんで、ね、結構最近っちゃ最近ですよねキャラによって結構あるんですよねそういうのははい、うん、あと飛びがね通せてないのが飛び通さなきゃ勝てない組み合わせなん で、ね、飛ぶんですけど一回もね噛み合ってないからうんこれは辛いでしょうね佐々木さん的にはご支援 2-0 壊しクリミナルが入って佐々木は何とかしていい形でプレッシャーをかけたいセミングこれはしゃがみ台パン当たらずあいやいや噛み合わないか上からいくがアッパーカットデスクリミナル中パンが届く距離ショットショットしかしすら噛み合っているがサンタローの暴れが早いくぐっているがそこには少々からのこのコンボが来るさあ状況判断は早い画面端になるほらバックジャンプ2つ入れた距離を取ってショットの距離を作ったかきっちりと相打ちでもアッパーカット盤石にリーチをかけた三太郎いくショット噛み合ったさあサガットが遠い佐々木どうする2手前打ち見逃さず一足さあやりに来たさあ大パンしかしアッパーカットが切るちょっと殴り合いだが佐々木の拳が届かないかさあセービングさあ弱中クリミナルから刻んで投げはさせない一足前に出て後ろに下がる打ち切るが立ち台系うおっとステハイの隙入らず発生遅いんすよねこの男最後はアッパーカットサンタロー触っと佐々木にも 3-0 勝利さあボンさんはいサンタローさんが 3-0 また叩き出しましたね得失点すごいことになってそうですねすごいことになってるんじゃないですかこれは